時に本能寺の変というのは起こったわけですね。前々から練られていたわけではないだろうけれども、おそらく最も良い時期に光秀は本能寺の変を起こしたんだろうと。つまり信長を討って即座に同僚というか信長の家臣と、戦う危険性が少ない時に彼はまあしたわけですね。で、具体的に本能寺の変が始まって、秀吉が何をしたかというので資料1というのを見ていただきたいわけです。秀吉の手紙ですね、まあ、書状と言いますけれども、で梅林寺文書という、今の茨城市という、四国、関西の方の茨城市というところにある梅林寺というお寺に所蔵されている文書です。で、先ほども言ったように、最初の2行が追伸ですから、初めに読まないわけですね。で、一応隣に釈文という、まあ、そのまま読めばいいという、その、ものを読み下しておきましたけれども、まあ、まず文書を読んでみたいと思います。で、これより申すべきと存ずるの刻み、自国の国で刻みと言いますけれども、これより申すべきと存ずるの刻み、預かり示し改善に候。よってただいま今日よりまかり下り候もの、確かに申し候。上様並びに殿様、いずれも御別儀なく御切り抜けなされ候。ぜぜが先へ、御抜きなされ、候うちに、副兵座、三度付き合い、比類なき、働きに候うて、何事なきのよし、まずもって、めでたく存じ候。我らもなり次第、騎乗し候上、なお、おいおい申し、受けたまるべく候。そこもとの義ご油断なく、御才覚僭逸に候、恐々禁言。というのが本文で、最後に、追伸がありまして、なおなお喉ま、喉のまで打ち入り候のところ、御上被験し申し候、今日なり次第沼まで通り、申し候、古さえも同然に候、6月5日、橋場秀吉顔、中川清秀御返報というふうになっているわけですね。で、書状というのは基本的に私の手紙、指針っていうやつなので、日付が入ってないんですね。皆さんも今手紙を出すときに平成つけないと思いますけれども、それは昔指針というものは、合筆しか書かないというルールが今も残ってるわけですね。で、何が書かれているかっていうのを解説したいと思います。で、これより申すべきと存ずるの刻み、預かり示し改善に候ってのは何かっていうと、秀吉の方から、これは中川清秀という人に当てたんですけど、清秀に対して自分から使者を派遣して物を申すつもりだったのが、あなたの方から連絡があったので、喜ばしいことだというふうに言ってるんですね。よって、ただいま、今日よりまかり下り候もの、確かに申し候。今日からやってきた使者が確かに言いましたよ。何を言ったかというと、上様並びに殿様、いずれも御別儀なく御切り抜けなされ候。上様というのが信長。殿様というのが長男信忠。無事に切り抜けられました。で、ぜぜが先。滋賀県の大津にあるところで、大津市にあるところです。そこまで退きましたよ。で、副兵座。副兵座というのは、ちょっと資料の、資料には書いておきましたけど、まあ、福富平左衛門って書いて、実は福住と読みますけれども、福住平左衛門というのが、戦国ぐらいになると、短略化して書かれるわけですね。副兵座、三度付き合い、比類なき働きに候うて、何事なきのよし、まずもってめでたく存じ候うと。で、実際に働くというのが、動くっていう字が書いてある。人弁が落ちちゃってるんですね。ただ、
文章的におそらくこれは働くというのを書き誤ったんだろうというふうな形なので、釈文の方はもうあらかじめ働くという字を入れときました。つまり、信長信忠親子は無事に滋賀まで逃げてきた。その時に福住平左衛門は三度斬り合って比類なき働きをした。結局、無事だったから、まずもってめでたいということを、秀吉は中川清秀に対して伝えているんですね。我らもなり次第騎乗し候所って何かというと、彼が現在戦っている毛利との和睦を進めて自分の、城に戻ろうと。で、なお、おいおい申し受けたまるべく、それ以降の詳しい話は、秀吉が帰ってからだと。で、底元の義っていうのは中川清秀で、ご油断なくご才覚、戦逸に候所強強金言というのは、中川清秀もご油断めさるなと。で、強強金言というのは、書状のまあ、最後、定型句として相手にまあ、礼を尽くす言葉ですね。で、6月5日、秀吉で、これも中川清秀ですけど、省略して中瀬表って書いて。で、小さく御返報と書いてあるので、これが、中川清秀が秀吉に対して出した書状の返信だってことがわかるわけですね。で、この6月5日という、で、これが事実としますと、本能寺で信長が死ななかったっていうことになるわけですけれども、残念ながら死んでるんですね。そうするとどういうことかっていうと、内容は全くデタラメなんですね。ただこれは疑問書とは言わないんですね。偽の文書とは言わないで、偽の文書っていうのは、例えば、秀吉じゃない人が秀吉になって書いてしまう。そうではなくて、これは秀吉の手紙としては間違いないんですね。つまり、秀吉が意図的に嘘を書いたんですね。こういうのを何て言うかっていうと、謀書っていうんですね。謀書っていうのは、計り事。ごんべんに何がしって書くやつですけど、に、書っていうのは書くっていう字ですけど、謀書と言います。つまり、これは、秀吉が、おそらく、京都で何かがあったっていうことだけ耳にした中川清秀が、秀吉に対して問い合わせをした。それに対する返報なわけです。つまり、秀吉は、1から10まで嘘っぱちを中川清秀に出したわけです。今日皆さんにお話ししたいのは、なぜ秀吉がこんな嘘っぱちを書いたかっていうのを少し考えてみたいというのが、まあ今日の話の趣旨なわけですね。で、まあ内容は今言った話でご理解できたと思います。で、一つだけちょっと、補足をしたいと思いますけれども、上様と殿様というふうな書かれ方があります。で、上様っていうのが信長、殿様っていうのが信忠。実はですね、これ以前、天正3年だったと思いますけれども、天正3年の時点で、信長は織田家の家督を信忠に譲っちゃってるんですね。それ以降、信長は自分のことを殿様ではなくて、上様と呼ばせてるんですね。ただ、信忠が、じゃあ、織田家の当主になったから、信忠がトップにいて、信長は隠居してるのかっていうと、どうもそうではないと。今までの研究だと、信忠は確かに織田家の当主に、家督は継いだけれども、それほどの力はなかったんじゃないかっていうような否定的な意見が多いようです。で、まあ、こういうような形で、中川清秀のもとに伝わったわけですね。で、先ほど、これがまあ、偽物だと。内容は嘘っぱちだっていうのは、なぜわかるかというと、当時の京都にいた公家の日記に、信長が撃たれたことが書かれてるわけですね。それも一人ではなくて二人。三人という複数の